こんにちは、マヤ暦鑑定士のマヤユキです。マヤ暦には20の紋章があります。私たちは生まれた日のエネルギーに大きく支配されています。自分の紋章通りに生きて、シンクロを起こして幸運体質になっていきたいですね。今日は青い手について解説します。青い手の人の特徴。青い手の人は手先が器用で、手を使ったことが得意なハンドパワーの持ち主です。誰かを幸せにすることに無上の喜びを感じるタイプ。愛する人のために生きる人です。人々に安らぎと癒しを届ける人で、人の気持ちが誰よりもわかる人です。献身さが度が過ぎたり、尽くしても報われない経験や裏切られてしまう傾向があります。どうしてそこまで尽くすのって不思議がられることもあります。人当たりが良いので誰からも好かれるタイプです。話し出すと止まらなくなることもあるので、定期的に自分を分かってくれる人に話を聞いてもらうようにしましょう。素朴な人が多く、セレブに憧れるというよりは、好きな人と一緒に暮らせたらそれが幸せと思う傾向があります。好きな人に尽くしたい気持ちが強すぎて、少し鬱陶しがられることがあるかもしれません。生きていればいろんな経験をするものです。青い手の人の場合、良い経験だけではなく、しんどいと感じる体験も多くすることがあります。信頼している人や、尽くしている人から裏切られたり、大切な存在の人を失ったりなど、受け止めきれない感情に苦しむこともあります。このような出来事を通して、青い手は生きることや相手への理解力を深めていってるのです。誰よりも多くを体験することにより、人生の深みを知る。20の紋章の中で、最も優しさにあふれている紋章が青い手です。青い手の人は、人を理解し、癒す力のある特徴を持っています。青い手と名前がついていることからもわかるように、手からも優しさが伝わります。手を使った仕事に向いており、手から出るエネルギーは優しく強く癒しそのもの。青い手の紋章を持つ方には、ハンドパワーがあり、ゴッドハンドとも呼ばれるほどです。青い手は体験型の紋章ですが、よく頭で考えすぎます。頭でっかちにならずに考えて行動することが大切です。青い手は分析することも大好きです。分析のしすぎで心配性で眠りが浅くなりがちなので、あまり頭で考えすぎないように注意しましょう。青い手の人に向いている仕事、料理人、エステティシャン、ネイリスト、演奏家、整体師、技術者、ヒーラー、リサーチ研究者、手先が器用なので手を使って人を癒す整体師やヒーラーにも向いています。手を使うなど手にまつわる仕事に向いています。手間を惜しまないところが素晴らしい紋章です。そして分析が得意なのでマーケティングやリサーチ関連の仕事にも向いています。誰かのために尽くしたいという思いにあふれた人なので、ボランティア活動や奉仕活動に専念できるような仕事にも向いています。青い手の人の覚醒ポイント、手を使って人を癒す、頭ではなくハートで感じるようにする、心にいろいろな思いを溜め込まないで心の整理を心がける。青い手の人の健康法、自然を満喫できる環境に身を置き、アロマ、ラベンダーなどを生活の中に取り込んでみましょう。青い手の子供の育て方、手先が器用で何でも器用にこなせますが、抱え込んでしまう傾向があります。話を聞いたり、様々なことを一緒に経験してあげるのが良いでしょう。子供に価値観を押し付けずに、子供の話をたっぷりと聞いてあげることが必要です。理解者の存在がとても大切です。なんといっても体験型なので、どんなことでも体験させてあげて、好きなことを見つけてあげると良いでしょう。
男の子ならプラモデルなどを一緒に作ると良いでしょう。